ネット民の辺野古移設を決めたのは鳩山元首相だろ、う、との声に、鳩山氏が外務省に偽りの文書を見せられた、と釈明したことが話題になっているようです。まずは鳩山幸夫元首相の X ポストを見てみましょう。辺野古工事の大執行を批判したら、辺野古に戻した張本人は私だとのご批判をいただいた。その通りである。外務省に偽りの文書を見せられ、それを信じて辺野古に戻したのは私である。 そして総理を辞めたが、偽りと分かり、沖縄県民に申し訳ないと、その後は、辺野古、コ、ノー、の沖縄県民に寄り添って行動している。外務省に偽りの文書を見せられた、だから私の責任ではない、とおっしゃるなら、さらに具体的な説明が必要ではないですか。ぜひお願いします。それではネットの声を見てみましょう。な悪夢の民主党だろう。首相であった時の判断の責任放棄。 つまり、首相の器ではなかったということ。知っているけど、こんな人物が総理大臣を務められるのだから、日本はお笑い国家になったものだな。ご先祖様に申し訳ないわ。見苦しさでは歴代屈指すね。国家の長たる者が部下たちにぬれ衣を着せて、真っ先に逃げてるような感じ。本当にダサいっす。決断したのは鳩山さんですよ。外務省の生徒はいかに騙された。 というのなら、当時の経緯や決断に至るまでの経緯が分かる文章を開示してくださいあなたが総理の時に辺野古遺店を閣議決定したんだろう東大勢に反論されたら外務省に偽りの文章を見せられなんてとんでもないことを平気で言い始めるこんなレベルの人が日本のトップだったという事実に寒気がする外務省が偽りの文章元首相の発言は重いと思いますがなぜマスコミは騒がない 潰した異議員の発言は、何年も遡った一般人の頃の発言を、ほじくり出し騒ぐくせに。官僚指導から政治指導へというのが、当時民主党が掲げていたスローガン。それほど官僚というものを否定しておいて、ころっと官僚にだまされた己の不明を恥じるべき。でしかないな。これが事実としてもね。偽りの文章を見せられたう々ぬと、責任を転嫁するなら、無責任に責任逃れの寄り添うポーズを取る以前に。 その外務省に騙された経緯をつまびらかにして、その証言を当時の外務省担当者責任者に確認させるべきではないか。話はそれからだ。外務省に偽りの文書と気軽に発言しているが、これが真実だとしたら、貴殿の発言は大問題である。今まで隠蔽してきたのだから、この発言は単なる自己保身と言い訳にしか聞こえない。そうやっていつもの逃げを繰り返す。責任も取らず謝らない。 だだから悪夢の民主党政権だと言われる。外務省に騙されたから、自分は悪くないと時の総理大臣というのは、そんなに軽い責任しかないのですか外務省に騙されたんだから、私の責任ではないって言いたいのか首相だった人間が、何でもかんでも他人のせいにするなよ。最終的に決断したのは自分だろう。これだけでも悪夢の民主党政権と呼ばれる理由がわかる。 ご視聴ありがとうございました。今回の動画どう思われましたでしょうか。次回もぜひご覧ください。